はい、ご視聴くださいましてありがとうございます。はい、今日はですね、紹介したいものがあります。ガジェット系になります。興味のある方はぜひ最後までご視聴くださると大変嬉しいです。はい、今日早速ね、紹介するのは、いきなりちょっとお見せしますね。じゃ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 ん、こちらになります。これはさてさて何でしょうか。もうね、あの動画撮ってる人だったか、ガジェット系にね詳しい方はね、もうご存知かと思いますけれど、こちらはですね、スマホ用のジンバルになります。で、まあジンバルっていうのがね、何それっていう方のためにね、簡単に説明させていただきますと、はい、動きながらでもね、滑らかな映像が撮影できるという感じですね。例えば、外でね、動画を撮る時とか、ね、走ったりすることは、まあ、あんまりないかとは思うんですけど、例えば、その、何かな、何かを追いかける時とか、そういう時とか、まあ、動作の速いものをね、追いかける時とか、最近のスマホは、ね、手ブレ補正がね、すごいしっかり効いてるとはいえ、比較をするとやっぱりね、ジンバルにはかなわないなっていう風に、私は最近そういう風に感じておりますね。で、これがあればね、ペットの撮影をしたりとかね、その下の方のね、なんて言うんだろう、その目線ですよね、子供の目線の低い位置をこう撮ったりだとか、もうグワーっていう感じなんて言っていいんだろう、とにかくスマホではできない撮影ができるんですよね。はい。で、こちらのね、ジンバルはジウンっていうメーカーで、多分 YouTube の中でも検索するといろんな方が紹介していると思うんですけれど、一つね、前のモデルにはね搭載できなかった重みのあるスマートフォンにもね、こう対応しているという感じで、結構、私、iPhone のね、12 Pro Max ででっかいんですけど、その、スマホにも十分に耐えられるように、はい、作りがね、すごいしっかりしているみたいです。で、本体はですね、この Type-C で充電可能となってまして、2時間充電で8時間から12時間、ぐらい撮影ができるそうです。で、このね、どこの部分かな？この本体にもね、Type-C の端子がね、あるので、スマホを充電しながらね、撮影できたりもします。こちらはですね、アプリがね、対応してるんですね。そちらのアプリを使うことによって、面白いね、動画が撮れたり、そちらのアプリを使って簡単に、アップデートができたりもします。で、後でね、実際に撮影してみるんですけれど、その、アプリがとっても、ま、なんていうのかな、女性には嬉しいね、機能がついてるんですね。お顔をね、綺麗に写してくれるようなアプリも搭載しているんですよね。で、男の人はね、あんまり必要ないかと思うんですけど、女性にはとっても嬉しい機能がアプリに搭載しております。で、女性目線の私からすると、これ結構ね、重たいんですよね。ずっしりして。やっぱ私が持つ分にしてはちょっと重たいので、ここにね、こういう風に手で、こういう風にかけて、こうしっかりね、撮影するのがいいかなって思います。その代わり、すごくね、高級感というか、やっぱり、それだけ、ずっしりした感じはありますね。で、ケースもね、こうついてるんですけれど、このケースもね、ちょっとね、私が思ったのは、やっぱり男の人向きなのかなって思いましたね。ちょっとお見せしますね。じゃん、こんな感じで、ね。ジウンって書いてあるんですよね。まあ、かっこいいって言えばかっこいいかもしれないですけど、私としては、もうちょっとね、シンプルなケースだったらいいかなと思います。とはいえね、こうケースってやっぱりあった方が、やっぱいいと思います。ね。よいしょ。
で、このケースの中身はね、こんな感じでね、すごいしっかりしてますね。とにかく、これ三脚もついているし、で、私がこのジンバルのいいなぁと思ったポイントはですね、こんな感じでね、ライトがついているんですよ。ここにね、ここにカチャってつけるんですよ。すっごい強力な磁石になってます。で、落ちることはまずないですね。で、こっち下にもつけれるし、上にもつけれますね。で、これなんていうのかな、このフィルターっていうの、これでライトの明るさがこれで変えられるようになってますね。これもすごい面白いなと思いました。他のジンバルではなかなかないんじゃないかなって思いましたね。ね、すごい面白いなと思いました。まあね、前も言っているんですけど、私ガジェット、こういうジンバル系にほんと詳しくなくて、説明不足が多々あると思うんで、また概要欄の方に詳しいこちらの URL 貼っておくので、もっと知りたい方はそちらからちょっとね、飛んで情報をもっと見てみてください。本当に分かりづらくてすいません。ここでね、手元で操作できるっていうのもすごいなと思いました。これはね、ズームですね。ここすごいこんな感じ。まあ、ここでライトの光とかも調節できますね。で、ここは、なんていうのかな、ジンバルの向きをここで微調整して手元で操作できるっていう感じです。はい。そんな感じで。とりあえず、こんな感じで簡単に説明させていただきました。それではね、ちょっと実際、どんな風に私が撮影できたかっていうのをね、この後、見てもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではね、VTR スタート。蚊がすごい。はい、ジェスチャーコントロール、今日のコーデです。はい、ちょっとね、今日のね、コーディネート動画を撮ってたんですけど、失敗しました。で、今ね、お顔をね、綺麗にする機能で撮影しております。じゃあ、これね、普通の機能っていうか、まあ本来のね、まあ、実際のお顔をね、これはちょっと詐欺ってるんですけど、じゃあちょっと変えてみますね。まあね、これ男性には正直こういう機能いらないんですけど、まあ、ね、私のチャンネルはほとんど女性ということで、こういう機能を紹介してみました。では、ちょっと、普通の方に戻します。自動、ほら、わかった?違うのお分かりでしょうか?分かりますか?あのね、お顔がスリムとか、あと顔を明るくとか、あとお目目を大きくするっていう機能があるんですね、他に。で、私は自動を選択しました。ちょっと今ね、もう一回自動をしますよ。これ本当のお顔です。はい、じゃあ自動します。おー、分かりました、これ自動だから、普通にアプリの機能ね、今皆さんほとんどアプリで撮影してる人がね多いと思うんですけど、こんな感じでジンバルにね、もうジンバルの、アプリにねそのままついてるので使えますはい、なんかこんな感じで、ちょっと今ね、こう映っちゃってるんですけど、これね、ジンバル映ってますよね。蚊がすごいんですよね。こんな、こうしたら映らないね。こんな感じで映っちゃうんですけど、まぁ、ちょっとこれ私のね、設定のやり方が悪いと思うんですけど、ちゃんと設定したら、これね、映らないと思います。ちょっと私ね、ジンバル本当に慣れてなくて。ヒュー。
ひゅね、もっと景色がねいいところだったらいいんですけど、じゃあちょっとこのまま後片付けをして帰りましょうかね。今日はねこちらのカメラも使いました。ほんとここ川すごいね。なんか人が通る、恥ずかしいね、一人で喋ってるみたい。はい、それではね、じゃ歩いて帰りましょうかね。結構急な階段なので気をつけたいと思います。今ね私階段を普通に降りてるんですけど、普通のねスマホだったら揺れると思うんですよね。どうですかね。私はこの今の時点でちょっとわかんないんですけど、きっと編集してる時にね、ああ本当だ揺れてないなーっていうのがねわかるんでしょうね。よいしょよいしょ。結構ね長い階段、きついわこれ。もうちょっと涼しいかと思った。今って彼岸花の時期なんだね。なんかちょろちょろね咲いてるの見るから、あなんかサンダルで今日来ちゃったんだけど、石ころが入っちゃった、足が痛い。ちょっと私こう帰れるかな。上に向けた、はい、上に向けました。なんかブラブラしてるこれ。あ手がつる。いやちょっとね難点はやっぱり重たいかな、うん、まあ、女性としてはねもう少し軽い方がいいかなって思いますね。男性はこれぐらい重くてもね全然平気なんじゃないかなって思うけど、うん、女子には重たいかな。あやっと日陰に入った。これあれいいよね、旅行行った時にさ、でなんか隣で喋ってるみたいだね。ちょっと彼岸花見てみようか。今ね日陰だからねちょっと暗いかもしれない。涼しい。なんか喉乾いてきちゃった。もうね、今日水筒持ってきた。ほう、イエーイ。こうやってね、一人旅したいな。あ、彼岸花が見えたよ。見よっか。違うのが明るいかな。見えてきた見えてきた。なんかね咲いてるところにはねいっぱいねまとまって咲いてるんだけど、ち
っとここにあった、ちょっと見てみましょうかね。なんかもうちょっと枯れちゃってるのかな。じゃあアップにしてみた。グーン、グーン。じゃあ今さ、周り誰もいないからさ、こう一人で喋ってんだけど、誰かおったらほんと恥ずかしくて喋られない。そんな感じでね、まあちょっと私もね、まだジンバルを全部使いこなせてないからさ、またね、あの Vlog とかさ、旅行に行った時にね、このジンバル使いたいと思います。はい、ではね、それではじゃあこの辺でお別れしましょう。お別れだっていつもそんなこと言わないのにね。最後のお別れ、ちょっとお顔を見せます。はい、では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。ジャンプ、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 バイバイ、バイバイ。